ここは危ねえぞ。飛んでいけ。どっか遠くへな。マルコ！兄さん、どうした？よし、口が切れた状態だ。ヨルさん！走るぞ、捕まってろ！カルト、状況は？榴弾の直撃で前方のエルディア人部隊は吹っ飛びました。残壕は？これ以上掘り進めるのは無理です。無理？それは命令か？エルディア人が私に命令するのか？おい、お前、マガタ隊長に何言ってんだ。ですが、このままでは。ファルコ、酔っ払ってんの？頭を強く打ったんだね。俺たちが4年も戦争してるってこと覚えてるか？お前たち誰だ？てか、あれ、さっきまで剣持って飛び回ってなかったか？ギューンってさ、巨人を。おりゃ、一から作戦を説明し直さなきゃだね。耳だけ貸してな、ファルコ。4年も続いた戦争も今ようやく大詰めなんだ。あのスラバ要塞さえ落とせば、まあ正確にはすぐ下にある軍港の中東連合艦隊を沈めさえすれば、この戦争は私たちマーレの勝ちってことなんだけどね。でもそのためには高台を守るスラバ要塞を抑えなきゃ軍港に攻め入るのは無理なわけ。マーレ海軍が海からやっつけてくれないのかな。ゾフィア、お前あの海軍に何が期待できるってんだよ。制海権を奪うのに4年もかけやがった無能の声だめだぞ。それもあれだけやった戦艦を半分くらい沈められてやったのかいっきゃだ。そのくせ俺ら陸には1枚に4歳ぐらい落としてもらわないと困りますだぞ。くせやお前。エイド、ファルコの頭ちぎるんじゃないよ。ああ、ごめんごめん。それで俺たち戦士候補生がなんでこんな前線に駆り出されてるんだ。そりゃ見極めるためさ。私たちの中から次の戦士を。時期が迫っている。マガト隊長は最終試験をこの最前線に決めたんだよ。次なる対局を見据えてパラディ島制圧作戦の主力となる鎧の巨人の継承者をね。